分にマフマフという名前をつける男、恥ずかしい。よろしく。本日和田アキ子キラー鬼塚千尋41歳が逮捕されました。現在はこんな感じです。逮捕の理由は、駆けつけた救急車に激高し切り上げた器物破損の疑いだそうです。なぜそうなったのか。鬼塚は20代の友人女性とパチンコに来ていて、その時その友人が急に痙攣を起こし倒れたそうです。駆けつけた救急隊員に対し、いや救急車に対しキックしてへこましました。救急車ってワゴンじゃん、硬いよ。それをキックでへこませるなんて、まさにキックの鬼塚。鬼塚はパニックになって蹴ったとのこと。なぜパニックになったのかというと、通行人と言い合いになってムカついたらしく、パニックになって到着直後の救急車を蹴り飛ばす鬼塚。さすがプロのメンヘラ。鬼塚は2012年に、うわー和田アキ子殺してとツイートして話題をかっさらっていました。その後もガン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 よ、アイアムゴッドチャイルド。この腐敗した世界に落とされた。いや、暇な時何してますか？パチンコで言うとるがな。とか、なんとかシンスキーもして、とか、自称音楽界のボクサーと名乗っていたそうです。最後に、私たちの巨匠、鬼塚千尋ちゃんが残した名言を言います。楽しく生きる秘訣ってありますか？ないよーってこと。